こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の10月13日。を5時間近く過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は36.79ということで、まあ相変わらずですね。はい。こちら、一瞬37円まで行ったんですけど、ちょっと下がってます。はい。で、こちら、昨日もこれ数えたんですけど、日足の陰線が1、2、3、4、5、6、7本も並んでしまったということですね。はい。で、直近の安値をね、更新していきそうな勢い。まあ、ただまあ、ちょっとね、こう横ばいになってきているのが救いで。はい。これがまあ、来週月曜ぐらいまでにはね、こう、やめてほしいな、というところですかね。じゃ、ツッター見ていきます。はい。それでです。10月27日、ラウンジ国産にてイベント開催となった様歓迎、ぜひお越しください。1000円で飲み放題です。はい。ということで、こちらですね、クリプトランジゴックスさんというところでやって、行くので、このゴックスさんがね、ツイートしてくれたので、これをリツイートさせていただきました。はい。ちなみにですね、ちょっと飲み物が一応ですね、飲み放題にはなってるんですけど、ソフトドリンクにアルコール、これだけありますので、生ビール、ウイスキー、焼酎、ピッサワ、レモンサワ、梅サワ、玉砂や、サワー、グレープフルーツサワー、赤玉パンチサワーやハイボールは原液に炭酸水を入れて飲む形ということで、まあセルフなんですけどね。はい。これだけあるので、まあ1000円なんでね、そんなに悪くないと思います。ぜひお越しください。はい。ゆうとさん、世界を再び一つにするためのタロチマスターを目指す物語、本格体のパイマブロックチェーンゲームレビュー漫画です。野生のタロチを弱らせタロットカード NFT を投げてゲット、育成できます。メインネットローンチが待ちきれません。ということでね。まあ、ゆうとさんもゲームをやってるってこの間ツイートされてましたけど。はい。小鳥日和第28話、タロチゲットだぜ。パイマスタジオに現在既制作中のゲーム、タロチをプレイしました。今回はその注目のタロチを大特集ということです。はい。こちら、ロールプレイングゲームですかね。はい。こちらの内容と、解説がね、出てますので、ぜひご覧ください。はい。カタリストファンド10のアンケートに協力ありがとうございました。一旦ざっくりまとめた方の作成しています。と。はい。ちょっと英語だったので、自動で、翻訳します。お役に立てて嬉しいです。D-REP が起動したら全然違うゲームになると思いますが、ご確認ください。年齢層、特に注意。半数以上が50歳以上、また日本のペアに投票する傾向が強いこともわかるということですね。はい。50歳以上が多いということなんですね。はい。なので、やっぱり他のチェーンとかね、そういうのと比べてちょっと違うんじゃないかなっていう気が、しないでもないですね。やっぱり ICO とか、投資をやっていて、体の知ったという方が多いんじゃないかなという、そこにも起因してるんじゃないかなと思いますね。はい。機能の要求、より簡単な有権者登録、アプリの日本語サポート、改善されたアプリ UI、一つのアプリで完了した投票プロセス、より多くの投票報酬、D-REP の概要、ということで、一番多いのがアプリの日本語サポート。まあ、確かにそうですね。まあ、これも今自動翻訳してますけど、やっぱり日本語であってほしいと。やっぱり自分もね、英語を自動翻訳するか、まあ、英語だけで読むと時間かかるし、本当に正しく読めてるか、やっぱ心配になっちゃうんですね。はい。なので、日本語サポートはありがたいですね。はい。ミスタービットコインさん、CBDC 決済のトライアルに成功したマスターカードと。はい。コインテレグラフですね。マスターカードオーストラリアの準備銀行と共同でラプド CBDC のテストを完了。マスターカードはオーストラリア準備銀行と共同で異なるブロックチェーン上で中央銀行デジタル通貨 CBDC をラッピングする実験を完了した。これはビットコイン、WBTC やイーサリアム、WETH などのラプドコインに似た技術だ。12日の発表によると、この実験は RBA、オーストラリアのデジタルファイナンス共同研究センターが参加した。マスターカードによると、このソリューションはオーストラリアドルの CBDC 保有者がイーサリアム上で取引されるノンファンジブルトークンを購入できるようにしたという。このプロセスは RBA の CBDC プラットフォームで必要な量の CBDC をロックし、イーサリアム上で同量のラップド CBDC トークンを発行した。
このソリューションは6月に導入されたマスターカードのマルチトークンネットワークを利用して支払い技術とブロックチェーンを統合。ミンタブルの CEO ザック・ブルックス氏はマスターカードともにデジタル通貨と NFT を簡単にリンクできるユースケースを特定した。これにより詐欺や盗難が根絶され、文書や記録の紛失が終わり、新しい商取引の可能性が解き放たれる可能性があるとコメントした。RBA は以前、オーストラリアドルの CBDC は法定通貨では代替できない複雑な支払いの取り決めや金融セクターでの革新を可能にする可能性があると述べた。しかし、利益の評価するためのさらなる研究が必要であると指摘しているということで、まあ、用途はね、この NFT の購入ですかね、このあたりに絞られてるみたいですけど、まあ、ここら辺から広がっていくということですかね。はい。はい。ミスタービットコインさん、チャット GPT が自分だけの仮想通貨アナリストにと、コインマーケットキャップがチャット GPT 向けプラグインを発表。仮想通貨に関する質問が可能に、BTC と ETH の相関は、ボラティリティの高い月は、米大統領選と BTC 価格の関係はと、いろいろ聞いてみるといいよと。はい、ビットタイムズの記事の方ですね。仮想通貨のリアルタイム価格など様々な情報を発信しているコインマーケットキャップは23年11月、10月11日にチャット GPT 向けのプラグイン、コインマーケットキャッププラグイン GPT 法を開発したことを発表した。コインマーケットキャップは暗号資産に関する包括的な情報を発信しているウェブサイトであり、各種暗号資産のリアルタイム価格チャート、時価総額、もろもろに加えて仮想通貨取引所や NFT の情報、仮想通貨関連ニュースなども配信している。今回発表されたチャット GPT 向けプラグインは、コインマーケットキャップが発信している情報をチャット GPT 内で活用できるようにするもので、このプラグインを導入すれば、チャット GPT を通じて以下のような様々な質問を行うことができるようになると説明されています。2023年のビットコインとイーサリアムの相関関係は、ビットコインのパフォーマンスは平日と週末どちらが優れているのか、過去3回の選挙サイクルにおける米国選挙までの1ヶ月におけるビットコインのパフォーマンスはどうでしたかということで、まあ、データが分かるので分析までして答えてくれるということですよね。暗号資産関連の最新データはコインマーケットキャップが提供。チャット GPT が返答して提供するデータは基本的に2021年9月までのデータに基づいたものになっており、最近拡張されたチャット GPT のウェブブラウジング機能でもリアルタイムの仮想通貨のデータ提供で制限がありました。しかし、コインマーケットキャップが提供するプラグインを利用すれば、コインマーケットキャップから直接提供される最新データにアクセスして、急速に変化する仮想通貨関連の情報を取得することができるとのことです。コインマーケットキャップが提供するチャット GPT 向けプラグインは、月額20ドルの有料版である、チャット GPT プラスのユーザーが利用することが可能で、プラグインの使用に追加料金は発生しないとされていますということで、これ使える方多いと思いますね。コインマーケットキャップのプロダクトディレクターであるデビッド・サラモン氏は、チャット GPT 向けプラグインの提供開始については次のように述べています。私たちはチャット GPT 向けのコインマーケットキャッププラグインを提供するものを非常に誇りに思っています。コインマーケットキャップのようなリアルタイムの包括的データ、ソースと AI を組み合わせることによって、人々のリサーチ方法を変えることができます。これは全ての仮想通貨投資家に自分だけの仮想通貨アナリストを提供するようなものです。これは V1 であり、まあ、バージョン1ということですかね。今後もさらに多くの機能が追加される予定です。コミュニティからのフィードバックを楽しみにしています。これは世界の仮想通貨関連の情報を整理して、誰もが簡単にアクセスできるようにするという私たちの使命の新たな一歩です。コインマーケットプラグインの商戦は、コインマーケットキャップの公式サイトで確認することができます。ということで、これはいいですね。ちょっと私もね、できるのかやってみたいと思います。ではね、値段に戻りまして、36.80 円ですね。はい。14,012.9×36.8 で元本が10枚ですので、計算しますと415,675円のプラスということになりまして、はい、415.7% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。